に那須市と下稲郡大鹿村との境界に位置する標高1424メートルの峠である。静岡県浜松市の秋葉神社へ向かう街道として、古くから利用された秋葉街道の峠の一つである。秋葉街道は、西日本の地質を内帯と外帯に二分する中央、構造線の断層国を利用した街道であり、文具井峠は、中央構造線の谷中分水海にあたる。 名称は、高東藩が多量との境界に杭を立て目印としたことに由来すると言われ、峠には樹石高東領の石碑がある。中央構造線の断層国を利用した街道である。ため地質的に脆い。峠付近の道路は舗装、整備されているものの頻繁に崩落を繰り返しており、峠区間が丸ごと通行止めになることも多い。日本最大。 最長の巨大断層地帯である中央構造線の真上にあり、二つの地層がぶつかり合っているという理由からエネルギーが凝縮しているゼロ地場のパワースポットと呼ばれている。最初にパワースポットとされたのは林道の下にある柱の木付近で、その後林道の奥の水場にも人が集まるようになった。2009年にはテレビラジオや雑誌で文具井峠のゼロ地場が大きく、 取り上げられ、文具井峠に来る観光客が急増した。当然ながら、こうした考えは科学的な根拠を書いており、疑似科学の一つとみなされている。中央構造船博物館の学芸員を務める川本和夫は、地震が発生していない時の断層は、力学的には周囲の岩盤と同じと指摘し、断層で岩盤が押し合っているという考えは、 地球物理的に誤りであるとしている。パワースポットとしての人気の高まりにより峠付近の路上駐車が多くなってきたことから渋滞対策と環境保護のため2010年より峠ふもとの稲市長せ市の背にある駐車場から峠までシャトルバスが運行されるようになっている。峠にある駐車場はシャトルバスの展開用スペースとなっているため一般車両は駐車できない。 また、峠周辺環境整備のための協力金として、入場の際に300円が求められる。ありがとうございます。